セリエ登録外のオシム編にあの名門が救いの手を差し伸べる。オシム編のあるアハリへの移籍が消滅し、彼の将来はガラタサライになる可能性があります。トルコのクラブはナポリと交渉を進めており、この取引はレンタルでまとまるかもしれません。ガラタサライがオシム編獲得に向けて動きを加速させているのは、マウロ・イカルビの負傷も関係しています。元インテルのイカルビは約1ヶ月間戦列を離れる予定です。さらにガラタサライには時間があります。市場は9月13日に閉鎖される予定です。オシム編ガラタサライ発作。オシム編がガラタサライにローンって誰も予想できない展開。中東すら行けずにトルコとか虚しすぎるな。本人今何を思ってるんだろ。躍起になりすぎでは。というか、ガラタサライがチェルシーの定時年俸を超えてきたのか。ガラタサライ無敵すぎて草。半年ローンで、その間の給料通貨12無満額負担ってガラタサライ正気？ドライローンで脱出できそうなのよかった。税率の違いでサラリーカットしなくて良さそうなのビワラマシー。このまま試合でレズ腐ってくよりは絶対にいい。トルコは93まで移籍市場開いてるし、あり得る話よな。スパーズ的には対戦が楽しみではある。困った時のガラタサライ。